はい、こんにちは、りょうちくん。はい、ここはオースティンゲストハウス。ゲストハウスです。このどこだよ、この高さ、巨大なね、マンションのほとんど最上階のほど近いところ、ここがゲストハウスなんです。よし、中入ってみよう、中入ってみよう。はい、こういうところです。大豪邸です。まだね、時間が早いからね、他のゲストさんはまだ来ておりません。オーナーさんもちょっと出かけちゃったかな。今のところ私たちの家族だけでございます。こっちの方がキッチンになってて、これ何畳ぐらいあるんだろうね。涼一くんを中心にこう回るとぐるーっとこんな感じ。今まで泊まったゲストハウスの中で最大級だけど、このタオルがいっぱいあったりとかさ、食器がいっぱいあったり、やっぱゲストハウスなんだよね。だからなんか食材買ってきて料理ができます。もちろん洗濯とかもできる。洗濯しようか、ますね。そしてこれが玄関。すっごい綺麗。すごいね。ここら辺がすごいゲストハウスっぽいよね。そしてもちろんフリーワイファイとかあって、そしてから部屋でございます。あー、プン。これが我の今夜の部屋。でっかーい。でっかーい。そして眺め外これだからね。すっごいね。こういうゲストハウスでね。はい、一泊いくらでしょう。4人で。さっき聞いてびっくりした。そう。まさかの1人1万円。違う。4人で1万2千ちょい。え、安いでしょ。めちゃくちゃ安い。1人3000円近く。こういうゲストハウスがあるんだね。こんな安いんだ。で、こういうタイプって結構あるんだって、ゲストハウスで。だからこのオーナーさんがなんかこういう期間限定やってるのかもしれないけども。キッチンもね、使えるみたいだね。そうそうそう。全て揃ってるみたい。わかる。のりさんヘロヘロ大丈夫ですか。ちょっとね、パターンしてようかな。ちょっと休んで、さとまた町に行ってなんか買ってきて飯にしますか。さしくもお疲れ様です。えい、というわけで以上、オースティンゲストハウスでした。